今回は、もしもマスキュラーがヒーローとして活動していたら、に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。脳筋ヒーローマスキュラー、溢れる筋肉で何でもこなす熱苦しいやつ。普段はマスキュラーボディビルアカデミーでインストラクター兼社長をしてるぞ。割とマスキュラーは頑張る方向を間違えてなければ、気持ちよくヒーローやってたんじゃないかっていうヴィランだと思うの。お前、いいな。ヒーローやってるマスキュラーがやりそうなこと。デクを気に入る、やたらとデクを指名する。デクをサイドキックに従う、デクにボディビルをガンガン進める。毎月デクにプロテインをプレゼントしてくれる、デクの筋トレアドバイザーになる。大体デクのことを弟のように思うようになる。佐藤が泣いてるよ。だってな、ドーピングだろう。その個性、気に食わん。ヒーローのマスキュラーはこういうこと言いそう。高校生をボコボコにする畜生。マスキュラーの筋肉で OFA 継承したら最強だと思いました、コナミカン。俺は助けるかっこやりたい、ことやるだけだ。多分、合法的に個性を使えて気分よく働けるヒーローって仕事は最高じゃねえか。って理由でやりたいことに邁進している万年トップ10入りヒーローになってそう。ジャイアンみたいになりそう。ヒーローのマスキュラーがステインと戦った時に言いそうなこと。筋肉が足りてねえ、俺の筋肉に刃物が効くか。効くわ。お前の信念には筋肉が足りてねえ、オールマイト、いいよな筋肉が。大体、筋肉会話になる。純粋なパワーってのはそれだけで強さになり得るんだぜ。デク、オールマイトがそうだったようにな。だがおめえはオールマイトとは違うだろ。筋肉も何も違う。おめえにできてオールマイトにできないことはなんだ？とかアドバイスしそう。解放軍との決戦で個性が強すぎるからギガントマキアにぶつけられて死亡ヒーロー枠になりそう。夫婦のヒーロー、ウォーターフォースをかばった時に片目を失ってギガンになってそう。ガキはすぐそうやって責任転嫁を、から始まる一連のセリフ。ちょっとだけ変えればヴィランに対してスカッとするような言葉になりそう。マスキュラーがヒーローだったらゴタゴタうるせえ筋肉鍛えろ、とかで終わりそうな気がしないでもない。プロテインとトレーニング機材の CM やってる。むしろもうデクの師匠になれ。小細工をつまらないと言いつつその強さはちゃんと評価してくれそう。ワンフォーオールの 100% に耐えるとかどう考えてもヤバいやつ。ムキムキなカッちゃんじゃね。カッちゃんは繊細なとこあるけどマスキュラーにはないから。全部筋肉で解決しようとするからカッちゃんみたいな耳っちさと繊細さは皆無ない意味でも悪い意味でも無神経なやつになるぞ。全体的にザラキケンパチみたいな立ち回りになりそう。ダディダンスの時にヴィランお前らはすぐそうやって責任転嫁しやがる、動けんでばーって言ってそう。ウォーターホースと仲が良くてコウタ君ともよく遊んであげてたりしてたら俺の性癖と合致する。むしろウォーターホースがマスキュラーのせいで亡くなるところは変わらず、ヒーロー版なら災害救助中にマスキュラーが一歩で遅れたせいで、ウォーターホースが亡くなっており、それでコウタ君がマスキュラーを憎んでいる状態とかありそう。そして、ヒーローのマスキュラーは生活費をコツコツとクッシーキャッツに渡しつつ、遠くからコウタ君を見守りながら曇ってるとかありそう。そして、お気に入りのデクにコウタ君が救われたことがきっかけでデクにめちゃくちゃ恩義を感じる。そんで合宿の時に襲ってきたヴィランからコウタ君をかばいながら、ごめんなお前の母ちゃんと父ちゃん助けれなくてって言いながら攻撃受け続けて、それにブチギレしたデクが 100万% デトロイトスマッシュをヴィランに叩き込むんだな。世間からは、マスキュラーがウォーターホースを助けられなかったことは仕方ないこと、ウォーターホースはヒーローとして最後まで活躍した誇るべき人物という評価で逃げ道があるのに自分自身が許せないマスキュラーと、それがコウタ君のマスキュラーに対する憎悪に火をつけている理由という状態とかありそう。デクに、俺は結局助けられなかったのさ。人気ヒーロービルボードトップ10なんて林立てられててもこのざまだ。で心情を吐露したらそんなことありませんって言ってもらって、そこからデクのことをなんとなく気に入り出すのはありそう。超パワーで腕壊しながらも吠える根性があるあたりから面白いってなって、お前に足りてねえのは筋肉だと合宿のアドバイザーとしてやってきた時の、デクに対する第一声がそれという感じで、曇りポイントを超えてから、信愛の情を持つようになる流れ。やりてえことやるが原動力だから人気ヒーロートップ10入りはいつもしてるけど、それと同時に顔が怖いのでヴィランっぽいヒーローランキングトップ10にも万年入ってそう。ギャングオルカと仲良さそう。ヒーローのマスキュラーの唯一の曇りポイントがコウタ君であり、てめえコウタになんかあったら許さねえとなる。しかもコウタ君からは両親を助けられなかったヒーローとして憎まれながら嫌われていて、コウタ君のヒーロー嫌いの原因になっている。しかも災害がヴィランによるものだからヴィランも取り逃しているという二重の曇り要素。不甲斐ねえ俺自身が許さねえんだと筋トレに固執する、原因にもなっているとかありだよね。マスキュラーが筋肉の鎧をまとうのを見た後、グラントリノのインターンでたい焼きを電子レンジに入れてる時に全体に熱、全身に鎧をまとうイメージってなってフルカウル思いつくデクは見たい。
本編ではめちゃくちゃ楽しそうな分、楽しくヒーローやってるけども、曇りポイントが多すぎるヒーローのマスキュラーって世界線が量産されそう。ヴィランで楽しくやりすぎたから号が別世界にとばっちりで飛んでくる。むしろ、マスキュラーは本編ヴィランだから、別の世界線でヒーローになってたら、だいたい、曇らせられるだけ曇らせても良い要因になるのでは？ヴィランは倒せず、仕事仲間は救えず、その仕事仲間の残した子供には何もしてやれず、金だけ渡して遠くで見守りとは惨めな人生じゃありませんか？とかいう闇。マスキュラーの本名、今筋ゴートって言うんだな。かっけえ。マスキュラーはデクの力の師匠、グラントリノはデクの技の師匠って感じだよね。オールマイとグラントリノマスキュラーがそれぞれ新技体の師匠なの好き。デク恵まれすぎやろ。第一歳で僕は恵まれたって言ってんのにさらに恵まれるデクヤバすんぎ。原作以上にバルクアップされたオールマイトに近い緑谷少年にオールマイトガーデン。クッシーキャッツのトラとはのみともはヒーローのマスキュラーという素顔。オールマイト含めた3人で並んで筋肉ポーズ決めてるところが見たい。オールマイトといつか差しの勝負やってみてって月中で言ってるからねこの人。ブルーフォーム見たら、まあショックは受けそうではある。それはそれで筋肉つけようぜってまた言うかもしれんけど。ヒーロー活動の一環で、ビリーズブートキャンプならぬマスキュラーブートキャンプ作ってそうだよな。てめえら、とにかく筋肉つけろ。マスキュラーのダイエットアプリとかありそう。挨拶が飯食ってっかーなマスキュラーさん。密かなオールマイトファンだから痩せたオールマイトで曇るヒーローマスキュラーとか見てみてーな。マスキュラーオリジン。俺は、いつだってそうだ。やりてえことやってんのに一歩で遅れるんだ。なんだっけ？ヒーロー目指した理由、確かにあったはずなんだよ。それだけは譲れねえってもんがさ。もっと見たいわ、そのヒーローのオリジンを見せてちょうだい。俺は何でも純粋にやる性質だった。勉強も運動も全てそうだった。小学校の時に切れて個性を発動させちまって、大暴れした時にあるヒーローが俺を止めてくれた。もう大丈夫、なぜって？私が、た、そのヒーローの笑顔に惹かれた、楽しそうに笑う姿が眩しかった。誰よりも強く、誰よりも優しく、そして、誰よりも美しく立っていたその人に諭されてから、俺はその人のようになろうと必死こえてヒーローになるために勉強し、UA に入って、ヒーローになった。それからはただただ楽しいだけだった。楽しく個性を鍛えて、身体を鍛えて、人を助けて、スカッとする日々が続いた。でも、それだけだった。ヒーローの心得とか、ヒーローへの憧れとか、そういうもんじゃねえんだよ。ヒーローってのはそうじゃねえってのを魂から理解してなかったんだ。だから、俺は遅れた。ヴィランが大規模な火災を引き起こしたあたり一面の灼熱地地獄。耐えられる奴が少ない中、俺は鍛えた肉体と個性でがむしゃらに人を助け。結果、何人かの救助を終えた後にウォーターホースのところを向かったところで火災で崩れかけた天井が。俺の個性はとっくの塔に悲鳴を上げていた。出力は上がらず、速さが足りず。己の未熟に驚愕し、今まで自らの個性に頼りきりだった自分の弱さに絶望した。ウォーターホースはそれでも何の迷いもなく、笑って被災者を水流に乗せてこちらに飛ばしてきた。俺は結局、何も救えちゃいなかったんだ。弱かったから。世間はそれを仕方のないことだ、と言っている。世間はマスキュラーもウォーターホースも頑張った、と言っている。頑張った？ふざけるな。俺は弱い。弱い。弱すぎる。てめえの個性で増産した偽物の筋肉しか頼れるものがない二席野郎だ。だから、もし、また、助けなければならない奴が目の前にいたのならば、限界のさらに向こうへ踏み越えていくための余力を俺はつけなければ、それが残された彼の子供にしてやれる唯一の償いだ。だから恨まれていようが俺は、コウタのヒーローなんだよ。それが、俺が初めて本物のヒーローになろうとした、オリジンだ。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。